クセスラフ・ブリアチスラビチは、キエフ大公、ポロック公。ポロックは、現在のベラルーシの都市である。父は、ポロツク公・ブリアチスラフ一世。子には、ポロツク公・ログボロド、ビテプスク公、スビアトスラフ、ロマン、ポロック公、ダビド・ミンスク公、グレプ・ルコー・ムリ公、ロスティスラフ、ポロック公・ボリスがいる。孫には、プレドスラバなど。父は、 ポロツクコーブリアチェスラフ一世、母の名は不明である。元初年代期には、母親は、フセスラフを魔法によって生んだ。彼は、魔法使いたちの勧めにより、生まれた時から覆っていた膜を一生涯頭に巻きつけていた。彼が、流血に容赦がないのはこのためである。と出生時の逸話を載せる。1044年に、父が死去すると公家くらいにつく。1 6 0年。 十四時に当たるイジャスラフ、フセボロド、スビアトスラフらと共に、無数の戦士や馬及び船を集めた軍勢を持って、トルク族への遠征に従軍する。この戦いで、トルク族は、国会北東のドン川周辺へと追いやられた。1067年、フセスラフは、戦争を始め、ノブゴロドを奪取した。キエフ年代記、ノブゴロド第三年代記によればこの時、フセスラフは、 町に火をかけて、聖ソフィア大聖堂の全財産、複数の大食材や金の他に、ノブゴロドの蜜ぎ物の入所を一箇所奪い取った。これに対して、イジャスラフ、スビアトスラフ、フセボロドラ兄弟は戦士を集めて、冬の最も厳しい時期に、フセスラフ攻撃に向かった。ポロック公国領のミンスクの住民は、イジャスラフらの軍勢に籠城するも破れ、男は殺され、 女子供は捕虜とされた。連合軍がネミガガに近づくとフセスラフは迎撃に向い、3月3日に両軍はネミガカ藩で退治した。戦闘が始まると激しい戦いにより双方に多くの被害が出たが、結果としてイジャスラフラ兄弟が勝利し、フセスラフは敗走した。同年の7月3日にイジャスラフラ兄弟は十字架に口づけして誓った上で、フセスラフに対して、 和睦を提案した。これを信用したフセスラフは十王子の元に向かったが、スモレンスクのほとりオルシャカ藩で1階を破ったイジャスラフに捕獲されてしまう。その後はイジャスラフによってキエフに連行され、息子二人と共に牢獄に入れられる。当時のキエフ南部は勢力を伸ばしてきた。トゥルク系遊牧民ポロ別族と領域を接していた。そのポロ別族が。 翌年の1068年に来襲すると、イジャスラフら兄弟は、レタカハンで迎撃を試みたが敗北する。イジャスラフと、フセボロドがキエフへと撤退すると、町の住民らは、人民会を開き徹底抗戦を望んだ。しかし、イジャスラフが聞き入れなかったために暴動が発生する。放棄した人々は、フセスラフの解放とイジャスラフ帝への襲撃とに分かれて、行動を開始した。 イジャスラフと共に館を守っていた。親衛隊の一人がフセスラフの牢へ人数を回すように進言するも、時すでに遅く、フセスラフは解放されていた。またこの時、親衛隊はフセスラフを語りまし打ちするように主に説いたがそれに従わず、イジャスラフとフセボロドは隙を見て、館を去り、イジャスラフはギャフ人のもとへ逃亡した。キエフの人々は9月15日に、 フセスラフを解放し、イジャスラフ帝の中央において大公に据えた。現初年代記では、この一連のエピソードを、神がイジャスラフの配信を罰し、民衆に十字架の力を示したものと説明している。また、聖十字架祭の日に、フセスラフが、名誉の十字架よ。我をこの牢獄から救え、何となれば我は何時を信じたからであると言ったと、紹介している。その後、フセスラフは、 キエフに7ヶ月君臨した。翌年の1069年、イジャスラフが、フ公のボレスラフの軍勢と共に、フセスラフ攻撃に出陣する。フセスラフは、迎撃に、向こうが、ベルゴロドに至ると、夜半ひそかに、ポロックに逃走した。フセスラフの軍勢に行った人々は、キエフに戻ると、スビアトスラフ、フセボロドに使いを出し、イジャスラフとの和睦と対抗への復帰を取り成すよう。 頼んだ。イジャスラフはこれを承認したが、キエフに派遣した彼のこのムスチスラフは、フセスラフを牢から放った70名を殺し、また暴動に加わった者も,も、そうでない者へも、危害を加えた。その後、イジャスラフは、キエフの人々に迎えられ5月2日に玉座に戻った。この時、イジャスラフは、修道士アントニーに対して、詳細は不明だがフセスラフのことで起こり始めたため、 スビアトスラフが、密かにチェルニゴフに保護している。また、イジャスラフは、フセスラフを、ポロックから放逐し、息子のムスチスラフを、ポロック港に据えた。ムスチスラフが死ぬと、彼の兄弟のスブヤトポルクを置いた。同年、フセスラフは再び、ノブゴロドを襲撃したが、ノブゴロドの人々を率いたグレップト、偶然にカ半ズベリネツで戦い、10月23日に敗れた。 この戦いで、ボジェネ族の殺された者は多かった。1071年、フセスラフは、スブヤトポルクを、ポロックから追い払い、2年ぶりに、公の座に戻った。同年、イジャスラフの子、ヤロポルクにゴロチチェスクのほとりで戦うも敗北する。2年後の1073年、スビアトスラフとフセボロドは、兄のイジャスラフと対立し、彼をキエフから追放した。 この時、スビアトスラフは、フセボロドに、イジャスラフは、我らに対抗するために、フセスラフと結ぼうとしている。我らが先んじなければ我らが破れるであろうと言って、フセボロドを消しかけ、そのために、イジャスラフは、フへと逃亡した。1077年の春、ノブゴロド公、グレプ及び、ウラジーミル二世との間で、戦いがあった。翌1078年、 フセスラフがスモレンスクを焼き払うと、冬に、その報復として、スブヤトポルクとウラジーミル二世らが出陣する。彼らは、フセスラフを追撃しながらポロツクの領内を焼き払い、ルカムリ、ロゴシスク、ドリュテスクまで戦い進んだが、その後、帰還した。1084年の秋に、ウラジーミル二世が、チェルニゴフの人民とポロ別族、チチェビチ族と共に、ミンスクを占領し、 奴隷や家畜を根こそぎ略奪しているが、その際のフセスラフの動向は不明。1101年4月14日水曜日に死去。イーゴリ遠征物語あるいはイーゴリ遠征譚とは1185年に起こったイーゴリによる遊牧民、ポロベツ人への遠征をもとにした物語である。以下、フセスラフに研究する主な部分を引用する。 イーゴリ遠征ン,ンにおけるフセスラフの記述は時系列が多少前後するものの概ね史実を踏まえて書かれている。明確に歴史と異なる箇所は狼へ変身したり霧を操ったり移動速度が速かったりといった点が挙げられる。木村昭一はイーゴリ遠征ン,ンの注釈でこの箇所における史実に見られない描写はフセスラフ伝説とも言えるモチーフに色濃く影響を受けているとする。 ロシアに伝わる交渉女子子に登場する勇士の一人に、ボルフ・フセスラビエビチ、ウォックス・ブスラビビッチがいる。ブイリーナにおいてボルフは、母マルファ・フセスラビエブナと、ヘビとの間に生まれ、タカ、ハイエロ狼、金閣牛などへの変身能力を習得し、15歳で7000の獣子を集めて、インドを征服する、といった活躍をする。このボルフだが、 フセスラビエビチがフセスラフの不祥であることは言うまでもないこととして、アールやコブソンや伊藤一郎らは、ボルフのモデルとして、フセスラフを否定している。イーゴリエンセータンに見えるフセスラフの特徴には、呪術、狼への変身が挙げられるが、女児子の主人公の名ボルフを、呪術師を意味する普通名詞、ボルフ部、ウォックス部が固有名詞化したものと解釈し、また、 スラブやセルビアには、羊膜をつけて生まれた子は、人道となるといった俗心が、フセスラフ誕生の逸話の膜を被って生まれたという記述と合致することを、その傍傷に挙げている。ありがとうございます。